ニンニステラでやのっとしてしまいます。村岡さんならどのように対処されますか？しわじりしてるときに回帰手ではなくでなったことなかったんですけど、どうしたらいいか分かりません。なんかね、ちょっと個人的に興味を持って、去年の9月にステラ、唯一持ってる 4000XG ですね。で、まあ、イグジストはもう大和さんのね供給もいただいてるので、まあ、十何台使ってるんですけど、結構ね1ヶ月の間で10回ぐらいステラ使いました。まあこれは立場上、自分は表向き大和の、表向きってなんか変だな、これ後で問題だからもう言っちゃったから無理か、大和のテーサーをやってるんですけど、一方で自分は島野さんとも契約してる人間なんですね。なので、で島野さんからこの近年、多分10年近くは何もいただいてませんが、契約は村の一人です。だから中立って言いたかったんですけど、ね、活動的には中立じゃないだろうって言われちゃうとそうだなって感じなんですが、今はダイヤさんからリール提供されてやってるんですけど、やっぱね、自分もこれ初兆候でいきなりドバーッと守ったんですね。えっと思って、でもちょうど釣りの終わりのタイミングだったんで、そのタックル使い出して、でいきなり守って終わっちゃったんですよね、その時の兆候は。なので次回もう一回ちょっと落ち着いて、でもう結構深刻に3、40メートル失ったんで、新しいと巻いて行ったんですけど、その次の兆候は3時間ぐらいの兆候で、3回ぐらいやっぱり、いわゆるほどけるんじゃない、グワシャーというのが出ました。普段エグジスト使ってて、そういう言葉はまずないです。よっぽど細いルアーを、バチ用のルアーとか、やる気スティックを向かい風で投げて、レッドスローでやってる時に、たまにバラってこう、何週間分出ちゃったのが、こう、キンクしてくるんで、でもそれはなんか、引っ張ってピッてやったら、パチって、パチとも言わず取れるっていうのが、たまにあるぐらいな感じで、まあ自分が何かをしてるってわけじゃなくて、普段それ使ってる中で、結構トラブったんですけど、まあすぐ気づいたのは、単純に投げた後、何もしてないんですよ、イグジストは。で、昔のリールは、ダイワにしろ、シマノにしろ、めちゃくちゃトラブったんですね。だから投げた後、必ずやるのは、やっぱ巻く前に、リールを巻く前に、まずしっかりロッドで、糸をこう、引きながら巻き始めるだけでも、ここにね、ふわって乗らないっていうのかな。なんて言えばいいんだろう。最初の巻き始めをしっかりテンションかけながら巻く癖っていうのが、長らくダイワ使ってるうちになくなっちゃってて、トラブってんだなっていう結論に至りました。最初にその後数回使ってて、だから慣れてって、だから今ねトラブっちゃう人はやっぱ大事なのは、投げた後、ま、いきなり巻くんじゃなくて、ちゃんとこう、まず竿をこう動かせば竿先で糸引っ張れるし、自分の手でも引きながら巻き始めはこう糸引きながら、ここに若干でもテンション上げかけて巻き始めて、でテンションがかかってったら普通の位置に戻すっていう感じの使い方するだけで、その後トラブル一回もなかったです。昔やってた当たり前のことを、なんかこのイグジスト、多分ね、1号ぐらいからそういうのがなくなって、やばさがいいんですよね。だから、なくなっちゃったんで、自分はいつの間にかそのね、巻き始めの大切な動作をやらなくなっちゃってたんですが、まあ、やらないでもトラブルないリールってことも、言い方もできるかもしれないけど、でもな、どんなリールでも本当はやった方がいいと思うんで、なんか、大事だなっていうことを思いました。はい。